村さん、今勝の今井さんとエバーグリーンのキムさんと仲いいですか？仲良くない。仲は良くないよ。別に仲は良くないけど、別に喧嘩してるわけなんでもないですよ。ね、昔ロドリで今井さんと対談されてましたよね。俺たちはいがみ合ってないような企画だって。いや、いがみ合ってたんだと思いますよ、あれ。それをあのロッド&リーの編集長がね、ちょっと面白くやりましょうよって言って、ね面白がられてやられたんです。村さんとエバーグリーン軍団と仲が悪い時に何かあったんですか？仲が悪いっていうか全然喋ったこともないし、ほとんど。はい、バスプロを目指す高校生にアドバイスください。日本の会員のプロになりたいの、それとも本物のアメリカのプロになりたいの、それによって違いますよ、ね、日本のプロというのはほぼほぼ会員のプロですから、会費払えばなっていけてるっていう世界ですから、じゃあ本物を目指すんだったらアメリカを目指した方がいいと思いますね。どうせ日本の次はアメリカ行ってもほぼほぼ通用しないことが多いですから、なぜかっていうと、だから今みんなアメリカに行ってるでしょ。アメリカに行ってしばらくすると勝ち始めるでしょ。なんでっていうと、向こうに行って本当のバスの基本の次を覚えるんですよ、ね、基本の本当のバスの基本、今日本にはそのバスの基本がほぼないと、解釈していただいても結構です。本物のアメリカのそのバスの基本の次を覚えた時点で、皆さん上手くなってるんですよ。動画見た皆さん、こちらの方ですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね、流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね、直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。